麻雀遊戯王。麻雀遊戯王春の足つぼ祭り2024。わーわー、毎回盛り上がらない足つぼの時はよろしくお願いします。ということでですね、雪も溶けてだんだんと暖かくなってきましたので、本日は意気揚々と足つぼをしたいと思います。今回足つぼを受けてくれるのはこちらの7名の皆さんです。よろしくお願いします。乗り気ではないということで、さあではね、本日果敢にも足つぼに挑戦してくれる七英雄の皆さんに話を聞いていきましょう。麻雀遊戯王ということで、まずは大月マイクボールです。よろしくお願いします。お願いします。すいません、大月さん、わざわざ足つぼをやりに来てくれてありがとうございます。いえいえあの文語散歩文語散歩の時と比べたらだいぶまた髪色が明るくなりましたね。あ、色抜けました。抜けましたね、はいはい、それは足つぼに対する意気込みということで関係ないです、ね、関係ない、はい、なるほど。あ、本当にやりたくないテンションじゃないですか大丈夫ですか？大丈夫です、はい、いや、よかったです、はい、普段足つぼとか行かれたことあります？はい。あ、でその時は痛かったですか？痛いけど、はい、痛気持ちいい。あ、痛気持ちいい、はい、あ、もうだったら全然大丈夫です。痛気持ちいいぐらいな、本当に、はい、本当はね、今日娘さんと一緒にやってほしかったぐらいなんですよ、はいはい、もうそれぐらいの楽しい企画なので、はい、全然笑顔のままやっていただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたしま す, しします。さあ続きまして2人目の方いきましょう。玉木リコプロです。よろしくお願いいたしま す, します。玉木さんはあの足つぼ同行というよりも、あの、はい、この前の文語散歩の動画が炎上しかかったんじゃないですか。あ、本当ですか？あ、やばかったですか？いや、なんかイーピンコン全然すごい、す、ね、楽しかったし良かったと思うんですけど、でも結構なんかかなりアンチ多かったですね、はい、すみませんでした。いや、でも大丈夫です。アンチの方もいらっしゃいましたけど、それもね、それも人気のね秘訣と言いますかね。あ、本当ですか？はい、ファンの方とアンチの方がいてこそのスターです。よかったです。はい、ですから、はい、今日の足つぼでさらにねファンの方を獲得していただけたらと思います、はいはい、お願いします。あ、点数計算できるようになりました？あ、たまに間違えます、ね。あ、わかりました、はい、引き続き炎上ということでよろしくお願いいたします。足つぼよろしくお願いします、はい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 、さあ続きまして佐藤メイプロでございます。よろしくお願いします。すいません佐藤さん、文語散歩とか一切そんな企画にも呼ばずに急に足つぼだけ来ていただいてはい、お願いします、はい、あ、しかも声どうしたんですか？緊張しちゃってだいそりゃそうですよね、急にね足つぼなんてね、はいはい、緊張してます。これなんで足つぼを引き受けていただけたんですか今回は？え、なんでですかね、はい、来た、お仕事が来たのでありがとうございます。なんて真面目な人なんでしょう、ありがとうございます本当に悪徳処方とか気をつけてくださいね。はい、はい、気をつけます。うなずいてたらとんでもないことになりますからねでもただただ今日の足つぼは、はい、全然痛くない気持ちのいい、ね、企画だと思いますので、さっき上田先生に、はい、全然痛くない、みんな嘘だって聞いたんで。そうなんですよ、それを信じて、私先生を信じてるんで。そうですよね、はい、そうです、みんなね、なんしろ大笠なんですよね、それを信じて、はい、舞い上がったのかな、うん、ということで、はい、よろしくお願いいたしま す, お願いします。さあ続きまして鈴木楓プロです。よろしくお願いします。お願いします、先日はですね、存在を忘れてすみませんでした。はい、もうすごい悲しかったです、はい、覚えてくれてないなと思って。違うんですよ、あの、まあ、まあ知らない皆さんのために言いますと、中林さんにね M つく M リーグチームを作ろうって企画をやっていただいた時に、鈴木楓プロの名前を挙げていただいて、それに対してイーピンクがですね、会ったことないんですがはっきり言ってすみません、ね、来てもらったのに、はい、その後ね調べたところで、ああ会ったことあるじゃないかって次々楽しい思い出が蘇ってきまして、はいはい、あの後にあの時だけド忘れしてたんですよね。本当に申し訳なく思っております、すみません、はい、もう今日絶対忘れないぐらいのリアクションをしてください。はい、刻み込もうと思いますよろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いいたしますさあ続きまして、はい、山野みどりプロでございます。違います、違います、上野あゆみです。あ、すみません、山野みどりは、はい、あのグラドル時代でございました。やめてください、あ、黒歴史なんで。黒歴史、ごめんなさい、はい、上野あゆみプロです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。文語軍団でおなじみです。はい、よろしくお願いします。まあ上野さんはね、もう、はい、なんて言うんですか、まあ、皆さん知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、昔ねちょっと芸人さんもやられてたという。ちょっとやめてくださいよ、ね、リアクションがね今回不安なんですよ、はいはい、私は痛みよりもリアクションが心配なんですよ。何言ってるんですか、大丈夫です、もう上野さんがね、はい、受けてくれたら、はい、誰よりも面白いって我々思ってます、ね、やめてください、もう
大丈夫です、もう、はいはい、もうどれだけ面白かったってすぐね、文吾さんに報告しようと思って、もう怖い怖い、そこが一番怖いですよ、はいはい、あいつ、なんか、あいつって言っちゃった今あいつね、はい、そうですね、まあまあ、はい、ちゃんと真摯に受け止めます、はい、大丈夫です、はい、いやでもまあ、でも気持ちよかったら全然リアクションしなくていいんですよ、そうですよね、なんだ気持ちいいじゃないですか、先生と、はい、私割とね痛みに強い気がするんで、はい、大丈夫な気がしちゃってます。そうですよね。だって痛みとかに強くなかったら文化軍団にいられないですもんね。そうですね。うん、割とパワハラあるんで。そうです。はい、物理的、はい、精神的ともにね。そうですね。ありますから、ね。はい、ちょっと今日は乗り越えてリアクションしていただきたいと思いますので。はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ続きまして、はい、松浦真子プロです。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。マージャン協会松浦真子です。よろしくお願いいたします。松浦さんも相変わらず可愛らしい格好で、本当にありがとうございます。これがね、明日を食らった時にどういうリアクションになるのかっていうのがちょっと、はい、はい、怖いです。でも大丈夫です。松浦さんの憧れる三浦桃子プロも明日を受けてますから。そうなんですよ、 それ知ってたから、はい、もう絶対に断れなくて、はい、桃子さんが受けたお仕事は私全部やりたいんで。厄介ですね。嫌だったけど、はい、頑張ってきました。本当ね、憧れとね、そうなんですよ、目標としてる先輩がね、やってることを断るわけなんですね。じゃあ今度から松浦さんにやってほしい企画はまず最初に三浦さんにやってもらおうと思って、はいはい、三浦さんがバンジーした時は絶対に松浦さんにも来ると思って、もう一緒に飛びます一緒に、はい、素晴らしい感じです、はい、だから三浦さん以上のねリアクションを本日期待しておりますので頑張ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれでは、はい、本日の大トリ7番手杉村恵美プロでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうですか本日は。あのね、はい、これね、はい、新人の仕事なんですよ。20年選手が受ける仕事じゃないんですよ。すみません、いや杉村さんちょっとね、お顔が若すぎて新人かと思っちゃって一瞬本当に2年目かと思っちゃったんですよ。連絡するのはやめてもらって。でも我々敬意払ってますから杉村さんにこの仕事を受けてもらってオファーをいただけたっていうね、敬意を払った上で、最初にドクターフットの鈴木先生がフォローしてますから、はい、このフォローして戦律が走りました、はい、そうですよね、はい、X フォローしましたよね、はい、もう覚悟を決めて、はい、あれはあのルパン三世がお宝を盗みますみたいな感じの予告状だと思ってくださいあのフォローはね、はい、もう怖いですね。いや大丈夫です、いろいろ出ちゃうと思います、はい、出ちゃう私何が出るのかということで、はい、でも今回大取りですのでぜひぜひ、はい、頑張ります。これも気持ちよくなっていただきたいだけなんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。あさあということで以上7名の皆様にね集まっていただきました。あじゃあもう一回こう入っていただいて、あということで、あすいません寒いですよねさ寒いですよね、はい、今日雪降ってたんですよね春乗っていましたけどすいません、はい、さあそんなね寒い体も足つぼですぐポカポカになると思いますので今日は皆さん楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今のうちにこの笑顔を覚えておいてください